美容整形に約1億円を投じた、整形男子、として知られるアレンさんが2022年6月28日、自身の YouTube チャンネルを更新し、歯を白くする治療を終えたと報告した、写真、大工事を終えたアレンさんの歯。これからもメンテナンスがいるというのは覚悟しています。アレンさんは21年1月18日に自身のブログで、500万円以上をかけて、ジルコニアクラウンに入れ替えた歯に違和感があると明かした。その後、入れ替えのためブリッジを外、下前歯のない写真を公開し、ネット上で話題を呼んだ。アレンさんは22年6月28日のご報告。歯の悩みを解決しました、と題した動画の中で、21年7月から8月頃に歯に再び不具合が起きたことで、精神的にめいっていた時期があった、とし、また治療が大変になるというのと、あとはもともと自分の歯がないので、後戻りができない。医者選びから本当に苦労しました、と振り返った。そして、アレンさんは、昨日、完成しましたと歯の治療を終えたことを、笑顔で報告した。以前は前歯3本ともにブリーチを入れていたが、セラミック製の差し歯を用いたインプラント治療を行い、真っ白な歯に再び生まれ変わったと嬉しそうに語った。アレンさんは、歯を入れ替えて本当に幸せ、と喜びを口にしつつも、これからもメンテナンスがいるというのは覚悟しています、などと、今後も継続的な手入れを欠かさない姿勢を示した。